こんにちは、褒めまくりです。皆さんお元気ですか？ハイと一発、元気ですか？笑い。さて、褒めまくりはサッカーが大好きなんですけど、ヨーロッパ選手権、いわゆるユーロ1年延期になっちゃいましたね。南米王者を決めるコパ、アメリカも1年延期になりましたね。残念ですね、残念すぎます。中国共産党は全世界に対してどう思ってるんでしょうかね。まあ、一つ言えることは、中国共産党、習近平の夢であるサッカーワールドカップ中国開催は消えたでしょうね、笑い。招致しても世界の世論が許さないでしょうね。 FIFA はその時どう対応するんですかね。さて、今日のお題はサッカーつながりのニュースです。日本サッカー協会の田嶋幸三会長がコロナウイルスに感染。そこから見える誰しも感染から逃げることができない現実へです。日本人の反応もお伝えします。では早速いきましょう。 JOC 副会長でもある日本サッカー協会の田嶋幸三会長が新型コロナウイルスに感染したことが分かった。関係者によると、日本サッカー協会の田嶋会長が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたという。田嶋会長は17日に東京都で感染が確認された12人に含まれているという。田嶋会長は2016年から日本サッカー協会の会長を務め、2019年から日本オリンピック委員会の副会長も務めている。田嶋会長は先日アメリカで行われたなでしこジャパンの遠征試合に帯同していた。日本サッカー協会は17日の J リーグの会見を中止していた。日本サッカー協会は田嶋会長の新型コロナウイルス感染を受け、 JFA ハウス館内の消毒作業を行うことを発表した。今後は保健所などの指導に基づき、 JFA ハウスの閉館などの措置を講じる可能性もあるという。当協会によると、田嶋会長を除く職員らで感染者や体調に異変を訴えている関係者はいないという。今後はさらなる感染拡大を防ぐため、職員の行動履歴、健康状態の経過観察などを徹底するとしている。以上です。日本人の反応をお伝えします。ついでに JFA の組織も有名どころだと20日、とりあえず高倉と森保も巻き込め、森本や阿部に移してたら田嶋神なのに、 J リーグからも出るなこれ、イタリアや欧州帰りはかなりの確率でコロナをもらってくる、ビンゴツアー、阿部や森に移してから治療しろよ、危機感なさすぎるわ田嶋、エアコンのダクトも。原博美、日本サッカー協会会長兼日本代表監督希望。村井は田嶋との会議をテレビ会議で参加してるところが J リーグの一貫性を感じるね。 JFA は本当に無能、ちゃんと手洗いうがいしとけよ田嶋。以上です。反応としては、ウイルスに感染したことよりも日本代表監督への不満から、それに引っ掛けて批判する人もいましたね、笑い。褒めまくりの感想としては、田嶋さんという有名人が感染した事実です。日本サッカー協会の会長であり JOC の副会長、いわゆる日本の VIP ですよね。日本人の VIP が感染したの初めてでしょう。海外を見れば、俳優のトム・ハンクスご夫妻、カナダのトルドー首相のソフィー夫人の感染、フランスのリエステール文化賞の感染、世界でもVIP が次々と感染していますよね。このことからも分かる通り、一般人も VIP も誰もこのウイルスから逃げることができないという事実です。遅かれ早かれ特効薬ワクチンが開発されない限り、全員感染すると思います。褒めまくりはもう心の準備を始めています。今年なのか来年なのか10年後なのか、いつ感染するんだろうと考えてしまいますね。中国という国は、
中国共産党がある限り、今後も次々と発生するであろう新型のウイルスを今後も隠していくでしょう。そしてこの教訓を次に生かすことができないでしょう。日本は SARS の時の経験もまるで生かすことができなかったですね。未だに外国人を入国させています。そして日本人の帰国者を規制することもなく、要請お願いしますというバカなレベルの規制という名の規制なし状態が未だに続いています。なぜ海外からの、そしてイタリアからの帰国者を隔離しないのでしょうか。なぜ国境を閉鎖しないのでしょうか。呆れるばかりですね。褒めまくりはコロリン騒動の初期から伝えてますが、未だに何もしない日本政府には呆れますね。日本人は個人個人の管理がモラルが高いので、世界と比較すると爆発的な流行になっていないと言われていますが、これは日本政府が有能だからではありません。一般日本人が苦労して感染拡大を防いでるんです。はっきり言って日本政府は無能です。官僚も無能ですね。与野党の議員は一部を除いてアホ丸出しです。どうしようもありませんね。しかし感染を防いでいてもウイルスは容赦しません。時間がかかろうがじわじわと襲いかかります。日本政府、安倍の首相はよくやってると支持者と信者は言いますが、支持者も信者も感染するでしょう。ご自分が生き残ってもその家族が生き残れる保証はありません。自分が若くて大丈夫だろうと思っていても、ご両親、配偶者、子供全員無事でいられると思いますか。その時後悔しても手遅れです。このコロリン騒動を通してここまで平和ボケがひどかったのかと、平和ボケ日本人とは言われていましたが、ここまでひどい平和ボケ国民だとは思いませんでしたね。有能な医学者が特効薬ワクチンを開発してくれることだけをお祈りしようと思います。それではまた次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録をお願いしますね。あ、最後に一言。なぜ未だに日本の政府、自由民主党、安倍の首相は中国を批判しないのでしょうか。なぜ日本のマスコミは中国を批判しないのでしょうか。腐りきってますね、日本の既得権益層は。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。